フランスとの友好160周年を迎え、パリを公式訪問している皇太子さまは、エッフェル塔の点灯式に出席されました。皇太子さまの合図で始まったパリエッフェル塔のライトアップ。日本の伝統をテーマにしたこの照明を一目見ようと、多くのパリ市民の人たちが集まってきています。皇太子さまは13日、エッフェル塔の点灯式に出席し、日本とフランスの友好をイメージした照明を鑑賞されました。また、点灯式に先立ち、中村獅童さんや中村七之助さんの歌舞伎公演も鑑賞されました。